こんにちは、ずいふうさんです。今日はね、荒木優子さんの運勢を見てみたいと思います。パッと見た瞬間ね、星新一ショートショート大賞ノミネートされました。って感じですよね。女優さんなんですけども、恋愛とかそういうんじゃないんですよね。そのメッセージ性ということですね。メッセージ性とかそういう何かを発信する、世の中に発信するそういうようなね、その謎々のようなね、バンクシー的なね、そういうようなね、やっぱり女優さんなんだなっていうねことが思いました。で、まあ星新一さんっていうとね、ショートショートで、まあ不思議なお話が多いんですけども、その中にねやっぱり、何かのメッセージを込めたりとか、社会問題だったりとか、いろいろね、入れてるわけです。で、そしてメッセージトークとしてね、送っている、謎解きみたいなね、日本昔話だったりとか、あるいはそのグリム童話だったりとかね、そういうようなね、お話ね、そういったものを伝えていく、ね、そういうようなことですよね。ですから知性派女優ということです。でね、一つねすごいことがあって、もしね壺にはまればね、とんでもないことになるなというようなね運勢を持っています。で、この人何やって出てきた人かなって思ったんですね。そうしたらね、ガストの CM ですよね。あ、そうだ、ガストの CM、 あれでね、あの可愛い子は誰だっていうねことになって、そしてねブレイクしたと。よくガストね、スカイラークホールディングスはよく見つけましたね。というのもね、食に関すること、動物に関すること、生と死に関することね、探偵とか、あるいは組織とかオカルトとか、ね、そういうことに関することでのその成功っていう風に出てるんですよね。ですからね、今後もそういうキーワード当てはまってハマり役なものが来ればね、とんでもないその発信の仕方ということになると思います。ゼウスとガブリエルが手を組んだっていうね、手をすごいことでしょみたいなね、そういうことです。わかりやすく言うとですね、で今回やっぱり生と死に関係することとかあるのかなと思ったら、コードブルー救急救命ね、救急救命ですから、人の命に関すること、そういうドラマや映画に出るっていうことはね、非常に、この人にとってね、もうブレイク、ね、する可能性、まあブレイクもね、ただのブレイクじゃないです、めちゃめちゃブレイクします。ですから、これからね、そのハマり役っていうのを探していくっていうことだと思います。そしてね、結婚は星野仙一との結婚ということになります。燃える男星野ね、ああいう男性が好みです、ね。お父さんもきっとそういうね人だったと思います。ですから男というのはね、もうあのぐらいではなければいけないと、ね、いうことです。そして奥さんとしてはね、非常に変わった奥さんになりますので、非日常、ね、そういうようなことをしてくれるようなね、千夜一夜物語、ね、千夜一夜物語、アラビアンナイト、ね、毎日お話をしてくれるね、お姫様みたいなね、そういう奥さん求むという人はね、
こういう方を奥さんにもらうと楽しいっていう方がもう正確ですよね。家事とか期待しちゃいけませんからね。楽しいってことを期待したい、ね、それを求めるっていうことならば、こういう奥さんいいですよっていうね、ことですから。こういう奥さんを求めてるのは、その志村けんだとか、ダウンタウンのまっちゃんだとかが求めていますのでね。まっちゃんはそういうね、希望をする奥さんと結婚したわけですからね。お笑いの人多いです。ね。だから、家でやっぱりひらめき欲しいと。ね。なんか、ちょっと煮詰まってる時になんか面白いこと言ってくんないかなとかね。なんか面白いネタとかね、きっかけ作ってくんないかなとか。思ってる時にこういう奥さんがポッとこう言ったことがね、ヒントになったりとか、いうことだと思います。とにかくね、今後の活躍を期待したいと思いますしね。で、その女優で問題がね、そのノンノなんですよ。モデルとして。ですから、それがね、ありのまま、なんだっけ、ミス・ブランニューデーのね、ありのままの仕草で酔ってるっていう状態ですよね。教えられたままの仕草に酔ってる。ミス・ブランニューデイって。まあそういうことです。ですからやっぱり教えられた、そういうファッション。これいいですよってね。あ、じゃあそれ着て出ようかとかね。もうそれ聞いててやればね、楽です。ね、楽ですけども、それではいけないという運勢なんで、自分なりにね、それは楽だけど、ね、いや違うと、この服だと、ね、いうような戦いだったっていうことだと思いますし、今もそれを続けているとは思います。ですけどね、もう、そのノンノは卒業して、モデルからは卒業してきますのでね、これから、メッセージ性の強い女優、作家とか演出家もあるかもしれませんね。そっちの方にこうシフトしていくっていうね、ことだと思います。ということで、ざっくり音声見てみました。チャンネル登録、よろしくお願いします。それでは、さよなら。